です。もしもし、もしもし、はいはい。あ、すいません。はい、あの初めてなんですけど。はいはい。あの2人、あ、もう同時にさせていただきます。してもいいですよ、同時にしていってもいいですよ。あ、いいですか。どなたがされる。私と主人と、うん、そう、同時進行で。うちは休みの日でも今日祝日ですけど、はい、今何時ですか。今もう6時やけど、夜でもあの応急処置じゃなく、求められたことをしっかり求められたら説明、はい、ほら ABCD って治療方針説明して、はい、お値段説明して、はい、それぞれの治療法のメリットデメリットを説明して、はい、おたくさんがしてほしい治療を丁寧に対応します。わ、はい、かりました。どちらから参ります。なんですけど、はい、もうゆっくりでいいですけん、今から出てくださいますかね。あ、今日じゃないと、はい、いつ、今日誰もおらんけん、今日の方が定年できるよ。あ、そうなんですね。ご都合が悪い、ちょっといけないんですけど、すいません。そう、いつがよろしいんですか。はい、いつ、明日以降ですね。明日のいつがよろしいです。何時でも、はい。じゃあ夜のね。夜ですか。夜、夜。あ、いや、今日何曜日。今日は、いや、今日日曜日。日曜日ですかね。あ、今日祝日。祝日、月曜日です、ね。そうそうそう。やけん、あの、はい、今日も朝から夜ノンストップなんですよ。朝から夜まで。はい。ノンストップ。深夜までノンストップで、深夜までノンストップだから、はい。ヘロヘロしてるんですよ。で、年末正月もうちやってたんですよ。はい、あ、そうですか。やけん、今日が、なんていうと、もうきつかった、睡眠時間が短かったけんね。きつかった最終日やけん、やけんまだエネルギー残しとっけん、やけん明日は前半の部が休み。あ、前半がお休みです。そう、前半っていうのは他の病院が開けてるとき閉めて、閉めてるとき開けてるんですよ。ああ。で今日はおにぎり1個しか食べてないけど、はい、はい、やけん1日から開くんですよ。夜中までやるんですよ。夜中、はい。そうそう、やけん普通夜張って痛いんですよ。でも夜はどこも空いてないんですよ。あ、はい、夜間から開業して、もう今年で19年目、おかげさまで。で、歯は夜痛いから。で、なんで今日祝日にお電話されてるんですか。あ、いや、明日の予約でなんか一応ネット見たんですよね。そうです、はいはい、はい、それで日祝日も空いてるってことで。祝日も空いとるけん今日でもいいよって話。そうそうそう、夜勤明日でもいいんだけど、はい、明日は夜から開くんですよ。ああ、夜のですね。そうそうそう。ああ、午前中がお休みということで。明日はちょっと事務長が奥さんが手伝いに来ると。はい、夜勤、逆に内容は何ですか。虫歯治療ですね。痛くないんでしょ。はい、そうそう。え、なんで明日平日よ。はい、明日平日でほらから来るってことは、ほら痛いのかなと思っちゃったんやけど、普通の虫歯でしょ。そうなんですね。普通の虫歯で来たいんでしょ。そうですね。で、明日平日やのに、旦那さん、男の人っていうのは。あ、そうです。明日仕事は、まあ自由業なので。そうそう、やけんほら、明日じゃなかったら火曜日でもいいけど、ただ祝日でも今まだほら8時過ぎたら高くなるんですよ。やけ、まあ自由業やん、ほら今日は動けんやろ、買ったらあれやけど、はい、別にお値段の話なら今日来た方がいいよってこといいよと。ああ、本当ですね。そうそう。ああ、ちょっと今日は。そう、ということはほら自由業なんだから、自由業って失礼ながら、はい、何ですか、失礼ながら。まあ飲食店。そうそうそう、やけ明日は、はい、飲食店やったらお客さんも対応やけん、5時ぐらいから開くでしょ。あ、明日仕事でしょ。はい、そうそうそう、夜はですね。そう、夜はです。いや、夜ご件なら火曜日、今日何曜日ですか言って、あ、水曜日。水曜日、今日月曜日なんですよ。あ、もう曜日もわからないの、お互いお互い自由業やけん、僕もあれ、僕まだ正月明けたと思ってないんですよ。そうですね、うん、まだ11月みたいな暖かい陽気やけんね。はい、やけん正月明けたけど、やけんほらもうすり合わせると、どうしても午前中がいいちゅうなら、はい、金曜日になっちゃうんですよ。
奥さんの運転してくれんけん、はい、明日があのちょっとなんですか、奥さんが事務処理するんですよ、はい、で休みやけど奥さんが車運転してくれないから、はい、木曜日買い出し行くんですよ1週間分のね、はいはい、あはいはい、たまたまそうなんです、ね、日曜日ほら昨日はご飯食べず、うんこ専用にご飯食べずにほらあの朝9時から夜中にまでやってるんですよ、はい、で夜中次にご飯食べるんですよ1回、あで寝て、ただ今祝日なんでやったんですよ、はい、やけん要はもう違う質問するといい人そうやけん、はい、明日絶対来るって言うなら、はい、もう出てくるよって話、ここまで喋らせて、ただ時々ドタキャンする人いるんですよ、あはいはい、ちゅう話、明日最後の力を振り絞って、はい、2人同時にするよって感じ。今日はところでお仕事なんですか。いやちょっと用事で、ね、そうそう用事やろですよ、ね、やけまでノンストップやけどそれもダメね、はい、うん、やけん明日はご希望本当は何時やった。大体午前中ですね。うん、お昼12時でもいいと。お昼12時、きっかり、はい、きっかり、はい、でもいいと。はい、必ず来る。はい、行きます。ならもう明日いい人そうやけ、この電話でドタキャンせんやろ。あ、大丈夫。そう言ってドタキャンするやつは出てくっけ。明日お昼12時来ますよ僕、かなもう来るって言うならね。あ、いいですか。で、2人同時に応急処置じゃなくてしっかりやる、はい、あ、お願いします。で、最後歯医者行ったのいつです。もう私がちょっともうボロボロでですね。そう、それを短期集中治療つって、はい、マネマネマネと、あのでよかったらでき、やけど本当はね、はい、ボロボロって何、見た目の話。いや見た目も何でもです。そう、何でもがよくわからん。何でも奥歯はあると。なおいくつじゃ逆に。もう58ですね。あと2年で還暦でおめでとうございます。だけどよ、あのうちでき見た目やったらできる限りごっつくできる。はい、え、いや、お旦那さんは最後歯医者いつ行った。最後歯医者十何年前ね。そうやろ。それをほらなぜいきなり今日来よう、今日やない、明日来ようと思った。いや、正月明けしか開かないかなと思ってですね。正月明けしか開かないって何。正月、うち年末も正月もやってたよ。ああ知らんかったんですよ。それはそうそうそう、はい、やけんうちはもう本当はね、はい、歯医者行ったことないでしょあんまり、はい、やけん本当は1本、はい、2本やって、ちょろちょろってやって、要は歯医者のネットの悪口、僕も覗きよけど他の病院見ました。ちょろちょろ見る、ちょろちょろ見るけど、はい、もうえらい長いよ、はあ、パッて見た時奥様の歯は前はボロボロ、はあ、それをごつくしてあげる。いや勝手にやることはないんですよ、はい、これこうすると1本いくらだよ、メリットデメリットこうだよとか言いながら、はあ、やるならやるでごつくしてあげてもいいよ一日ね。だけど、勝手にはやらんで、お宅さんがいいように、いや歯医者怖いんでここでっつって、だけど、まあ、あ明日お昼12時来てくださいます。はい、名字だけ言って、名字だけと言います。で、保険証必ず2人分持ってきて、はい、でこれだけ注意して、はい、早く来てもしまっとうよ。あ、はい、あちょっと疲れとっけ。明日12時に焦点合わせてエネルギー爆発させる。この電話だけでも分かるやろ、この雰囲気が。元気やろ僕。今日まで元気やったんですよ、今日来てくださいよって話になるそうですね、うん、でももうほらダメだったら明日12時必ず来るんで、はい、すいません昨日電話した分ですけど、やっぱりちょっと今日都合で来れませんよ、絶対ダメよもう。はい、わかりました、うん、ということでお願いします。はい、気をつけて、はい、どうぞ失礼いたします。はい、どうぞ、はい。